確かあの駅は百合ヶ丘駅ね。ずいぶん崩れてる。店はもうダメね。私のバイクラの店が。私の代からの店が。店はもうダメね。
台からの店が。店はおいでの場所が大事そうなんだよ。私の台からの店が。俺のコレクションがこれじゃ腐っちまう。商品を取り出せないだろうか。これじゃ腐っちまう。暑いわね。
おいおい、喧嘩山の手のやつがいるのか。これじゃあ腐っちまう。俺のコレクションが。山の手が何の用だ。おい、喧嘩してる場合じゃないだろ。俺のコレクションが。世話入れの場所が貴重なけなしの財産が。俺のコレクションが。熱いわね。
こんなに無茶苦茶じゃ全然片付けができねえ。むちゃくちゃじゃ全然片付けができねえ。無事でよかった。大丈夫かな。何もないぞ。大丈夫かな。親父が無事でよかった。あら、お嬢さん、見かけない顔だけど、私に何か用？私はこの町でスナックをやってる静香と言います。よろしくね。静香ママに一目お会いしたくて探しに来たんです。あら嬉しい。そうそう、炊き出しに呼ばれたんだったわ。
静かママ。待たせてごめんね。あら、ナオトちゃんは？あいつなら山の手に炊き出しをやるって連絡に行かせたよ。山の手の住人は来ていねえみたいだな。ああ、俺たちの飯なんか食いたくねえってところだろうよ。やっぱり俺は奴らが気に食わねえ。お高く泊まってよ。そうだ、いつも俺たちを見下してやがる。遊びに垂らして必死にやってる俺たちのこと、なんで泊まってやがるんだよ。ああ、お嬢ちゃん、あんたもそう思うだろう。いえ、私は山手の人たちをよく知りませんので。ノリの悪いやつだな。おい、火事だ。山の手に火が上がってる。みんな消火に行くぞ。すまないが、あんたも手伝ってくれないか。連絡がつきません。自分たちで消すしかありません。バケツリレーだ。炎症する前に消すぞ。なんとか消し止めたな。どういうつもりですか。うん、
どういうつもりだ、どういう意味だ。ヤグルマ商店街では木切れに火をつけて炊き出しをしていたそうですね。消防署ともまともに連絡がつかないので、大きな火事になったらどうするつもりだったんですか。ちょっと待て、その言い草だとこのぼやがまるで俺たちのせいみたいじゃねえか。違うんですか。少なくとも我々はこんな非常時に無神経に焚き火をするようなことはしませんよ。ちょっとオーナー、そんな言い方をしなくても、みんな非常時で悪気があったわけじゃないでしょうから。野際さん、非常時だからこそですよ。悪気がないからといってとばっちりを食らったらたまったものじゃない。部外者は黙っていてください。言わせていただきますが、下町には多少歴史があるようですが、閉鎖的で融通が効きません。この機会に改めていただきたいですね。お前ら山の手はいつもそうやって俺たちを見下してやがる。協調性がねえのはそっちの方じゃねえのか。やめてください。今は言い争ってる場合じゃないでしょう。すいません、遅れました。ボヤですって？
まったく下町の奴らは常識がない。やあ、君、ちょっといいかい。僕がいない間に山の手の方で火事があったんだよね。実は僕、山の手の人たちに炊き出しの誘いをしに行くように言われてたんだ。でも昨日の地震から初めてリエ、彼女に会えて嬉しくなって話し込んでいたら火事が起きて。これは話が長くなりそうだけど。もし僕が炊き出しのことを山の手の人に伝えていたら、火事が起こらないように警戒できていたと思うんだよ。ああ、それに僕の親父と理恵のお父さんが一層仲が悪くなってしまった。ただでさえ付き合うのに反対されてるのに。だから僕と理恵とで和解するように説得しようと思ったんだけど、山の手に行くのも禁止されてしまってね。だからこっそり会おうと思ってる。それで説得の打ち合わせをしようと思うんだ。そこで君にお願いがあるんだ。リエとこっそり会うためにこの手紙を山の手に住んでいる彼女に渡してほしいんだ。わかりました。炊き出しに誘ってもらった恩もあるし、手紙を届けます。ありがとうございます。表からは入れないだろうから、裏側から入る方法を教えるよ。後で見ておいて。リエの部屋は2階の北側にある。裏庭から窓に小石を当てればリエが家から出てくるはずだ。店は無事かな？じゃあお願いするよ。Thank you.
車だろう。大丈夫かな。限界だ。確か、リエさんの部屋は。おい、そこに誰かいるのか。まずい、このままじゃ。犯に疑われちゃう。早く逃げよう。
ここはいつ復旧するんだ。復旧するんだ。応答はしてない。ならないのか。山の手に住んでてよかった。下を向いてばかりもいられないよな。元気を出さなきゃ。もうダメね。山商店街の底力だよ。元気でも元気は元気だ。やるぞ。肉だ。とにかく肉を食べないと。野菜を食べれば元気になるぞ。暑いわね。よし、いい湯加減だ。ナオト君、この手紙は君が書いたものだね。はい。さっきうちの裏庭で放火未遂があった。そこにこの手紙が落ちていたんだ。君がリエと付き合おうとしていることは知っているが、私が合わせないからといって家に火をつけるとは。やはり下町の奴らは信用ならん。災害に乗じて何をしでかすかわからん。とにかく君は危険だ。でも今は警察が手一杯だ。しばらくうちの物置で頭を冷やすといい。リエにこのことを。なんてこと。山の手と喧嘩にならなければいいのに。とにかくリエさんにこのことを伝えた方が良さそうね。でも
どうしましょうね。普通に尋ねてもお父さんが会わせてくれなさそうだし。正直に玄関から入って直談判しましょう。でもすんなり入れてくれるとは思えないしね。そう、山の手と喧嘩にならなければいいのに。リエさんの友達のふりをして訪ねてみたらどうかな。お父さんも友達全員を知ってるとは思えないし。ナオト君が放火？魚を食べてカルシウムが弱かった。復旧するんだ。下町の奴らは常識がない。
さんから今年手が。そうだったんですか、ナオト。お願いです。あなたが目撃したという他の真犯人を見つけてくれませんか。真犯人が見つかれば、ナオトも出してもらえると思うんです。ナオトさんとリエさんには幸せになってほしいから。真犯人を見つけます。本当ですか？ありがとうございます。でもどうしようね。真犯人を探すって言っても。そうですね。でも刑事ドラマとかでやってるじゃないですか、現場検証。まずは真犯人を見かけた場所を調べてみたらどうでしょう。何か見つかるかもしれませんよ。まずは真犯人を見かけた場所を調べてみたらどうでしょう。何か見つかるかもしれませんよ。
復旧するんだな。魚を食べてばかりになれないか。山の出と喧嘩にならなければいいのに。大川。ナオトのやつ。よし、やるぞ。とにかく肉を食べないと。野菜を食べれば元気になるぞ。
肉だ。とにかく肉を食べないと。野菜を食べれば元気になるぞ。やるぞ。ナオトのやつも可愛い感じ。喧嘩だ。喧嘩なのか。よかった。復旧するんだ。10分後、松野さんから関係者が集まったとの連絡があり、私とカナエさんは中華料理店再起楼に向かった。本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。皆さんに聞いていただきたいことがあります。さて、私が関係者に伝えたいことは、ナオトさんは犯人じゃありません。
私は放火現場に落ちていた手紙は直人さんに頼まれ私が落としたものであるということ、私が犯人ではないことは理恵さんが証人であること、そして放火現場にハンカチが落ちていたことを説明した。つまりこのハンカチは真犯人の落とし物ということになります。続けて私は静香ママの証言によりこのハンカチがホテル長慶の記念品であること、そしてハンカチの刺繍から13年前料理長だった人物に贈られたものであったことを説明した。つまり犯人は松野さんが料理長になる前、13年前ホテル長慶の料理長だった人物。犯人は野際さん、あなたです。そうです、そのハンカチは私が13年前にホテル長慶で料理長をしていた時にもらったものです。そしてオーナーの家に火をつけたのも私です。近寄るな。オーナー、あなたのせいで私たちは。落ち着いて、そんなことをしても何もならない。私は若い頃からずっとホテル長慶で働いていました。そして努力の末料理長まで上り詰め、長い間厨房からホテル長慶を支えてきました。しかし10年前ホテル長慶の前社長が亡くなり、社長が変わったばかりの時にホテル長慶は食中毒を出してしまいました。原因は若手従業員の不注意です。しかし新社長からはお前はクビだ、新しい料理長は松野さん、あなただと。当時の私は家を建てたばかりで多額の借金があり、女房にも2人目の子供ができたばかりでした。再就職しようにも解雇された料理人を誰も雇いはしません。収入がないまま1年が過ぎ、家も何もかも失い、私は家族と心中を決意しました。しかし亡くなったのは女房と生まれたばかりの息子だけ。私は罪を問われ、小学生だった娘の親権も剥奪されました。それから刑期を終え生きる意味もなく暮らしていたある日、忘れもしません、オーナー、あなたの店の求人を見かけ、私は復讐を決意しました。そうだ、この子を殺す、そしてあなたにも。このあざは、松田さん、この子は、理恵は私の本当の娘ではありません。子供のいなかった私が
里親として引き取った子です。あなたの息子さんを疑って申し訳ありませんでした。この通りです。それに私は下町の皆さんを下に見ていたと思う。本当に申し訳ない。いやいや、俺たちも山手の人たちをうさんくさいとか誤解してたよ。申し訳ねえ。それくらいにしたら、せっかくの麻婆豆腐が焦げちゃうわよ。そうそう、島杉さんの豆腐は素晴らしいですな。私の麻婆豆腐にぴったりだ。いやいや、松野さんの味付けも大したもんですよ。こんな繊細な味付け俺たちには絶対真似できねえ。おい、大変だ。ユリガサカマルシェに泥棒が入ったらしい。犯人はこの界隈をうろうろしていた二人組らしい。二人組？まさか君たちが。
アウトです。逃げてください。線路に上がれるように足場を用意しておきました。町のみんなは宴会で盛り上がっています。今のうちに早く。どうして私たちを助けてくれるんですか？僕らはすごく感謝しているんです。あなたたちのおかげで僕らは交際を認められて、町のみんなは仲直りできたんです。さあ急いで、他の人に見つかるといけないからこっそり逃げてください。僕らは先に行ってます。